東方琴勝峰
東前頭十三枚目千葉県柏市出身佐渡ヶ嶽部屋西方大関貴景勝兵庫県芦屋市出身常盤山部屋今場所最後の一番であります。
貴景勝を打ち上げ、成績は12勝3敗となります。初めて四方に向かい、表彰状、賜杯、貴景勝、逸ノ城、右は令和5年1月場所において、成績優秀により、賜杯にその名を刻し、長く名誉を表彰する。令和5年11月22日、公益財団法人日本相撲協会。続いて優勝旗手を、ここで優勝儀式インタビューであります。インタビューは NHK 三輪弘孝アナウンサーであります。それでは3回目の幕内最高優勝、大関貴景勝関のインタビューです。おめでとうございます。令和2年の11月場所以来、久しぶりに賜杯を受け取った、その感触はどうでしたか？結婚してから初めての優勝だったので、すごい嬉しいです。大関になってからは優勝するかしないか、もうそれしかないと常々大関は話していました。そういう中で、この賜杯から遠ざかっていた期間、どんな気持ちでいましたか？調整を失敗したりとか、星の差一つ足りない場面がすごい多かったので、悔しい思いもたくさんしたので、今回の優勝は少し報われました。今日は千秋楽結びの一番で平幕力士との相星決戦となりました。土俵上はどんな気持ちでしたか？そうですね、まあ、もう土俵に上がったら自分が戦うしかないので、でもその背景にはいろんな人に支えてもらって、家族や治療であったり全ての人に支えてもらって、その後押しで、上がりました。土俵に上がるのは一人なので気合入れて最後一番集中しようと思いました。そういう部分がありました。高校の後輩との対決、どんな気持ちでしたか？高校の後輩でもあったので、まあ、お互い優勝争いをしていたので、勝負が終わったら、とりあえず今場所は終わりなので、また来場所、自分も頑張るし、今年大関も頑張ると思うので、でも力を、どうやったら力を出し切らないといけないので、まあ、そういう意味のあれだったと思いました。横綱で今日続き休場ですから、出場の中で番付最上位としてのこの15日間、重圧などはありませんでしたか？本当に重圧を捉えるか、みんなに期待してもらっていることがありがたいことなので、感謝して土曜に終わりました。
平幕力士の優勝が続いていないという部分でも終盤になってもさまざまな考えも巡っていたのではないかと想像しますけれども、どうでしたか。まあ、大関という地位は地位は、勝たないといけない地位なので、そういう意味では辛い時とか頑張らないといけない時もあるんですけど、それでも誰もが大関になれるわけではないので、本当にこの重圧を感謝に変えてこの2年間取り組んできました。終盤の連敗からの切り替えの部分もやはりそういう気持ちが大きかったんですか。まあ、相撲というのは1日の勝負じゃなくて15日間の勝負なので、いかに気持ちを切らさず、いかに気持ちを平行に保って一日一日力を出し切っていくこと、その精神が強い人が成績を残せると思うので、気持ちだけ切らさないようにやりました。そうしてつかんだ3回目の優勝、これで弾みをつけて来場所ご当所の大阪ですね。はい、自分の義理の父親の北天佑関の優勝回数を超えられたのですごい嬉しいです。大関が子供の頃から描いていた夢、最高位に向けてもこれから大事になってきますね。また謙虚に明日から私生活から稽古はもちろん、ケアの仕方、そういうのをもう一回もっと相撲に謙虚にやって頑張っていきたいと思います。